じゃあ私も挑戦してみます。そうだね、はい、頑張って。はい、はい、ふんわりいいんですか。ふんわりよ。入れました。来た、うん、はい、はい、それからこれも、これ筆を、うん、その前に紙、半紙、半紙、うん、紙じゃなくて半紙です、うん、これを、はい、裏と表よく見て。はい、はい、これが表ですね。どら、おめでとう。はい、はい、はい、でこれをこうするんでしょ、うん、ああ、はい、どうして知っているかっていうと、私は小さい時ちょっとだけ習ったことがあるんですよ、うん、習い事って結構やってたんですよ。あのね、全然ためになってないんですけど、バレエと、ジャズダンスと、あと乗馬と、あとピアノもちょっとだけ習ったんですけど、私はやっぱり音楽の才能なくて全然ダメですぐやめちゃったんですけど。ひらがなでね、ええ、まあい、まあいと書いて、まあどんなでもいいから、はい、はい、それでいいでしょう。はい、はい、まあ、まあいいね。いや、先生が覗き込むから。はい、見ない、じゃあ、はい、ちょっと待って。いや、もう嫌だ。じゃあ一応できたのを。できた、はい、はい、ひどい字です、すみません。で、乗馬の先生がね、もう本当に不思議な先生でね、ものすごいなんかね、女の人を嫌うんですよ。もう本当に男の子ばっかりにね、こう注目するんですよ。ものすごい優しいね、男の子に。まあよくできたわね、なんとかちゃんとかで、ね、ものすごいんですけど、もう私特に嫌われてたみたいで、ものすごいね、もういつも叱られてたんですよ。でも本当に頑張って乗馬だけはね2年間続いたんですね。その先生じゃなかったらもっと続けてたと思うんですけど、ね、やっぱりその先生にねちょっといびられちゃってねやめたんですけど。でこうして少しこっちの方寄せて、うん、とこういう風になるわけね、うん、で舞ちゃんの場合はこれ直にこういっちゃったでしょ、うん、マイナス1点このくらいのね。でこれはこれでいくとこうでしょ、だからこれが少しほらこっち下がっちゃったわけね、うん、マイナス1点。それでも、減点はこれしかないから、これは合計98点。先生優しい。馬ってこうギュッて引っ張るとものすごい速く走っちゃうんですね。でそれをギュッてこうジャンプした時にちょっと傾いちゃったんですよ、馬が。だからこうちょっとギュッてなっちゃってものすごい速く走っちゃったんですよ。でそれで全然塀を越えなくてこうバーって走っちゃったんですね。もう先生私に怒っちゃって怒っちゃって、馬の鞭ってありますよね。で私の手を叩くんですよ。これをねこういう風にギュッて引っ張っちゃいけないとかってバシッとかって叩いてね、もう私中学に入るちょっと前だったらものすごい泣いちゃってね、本当にその先生でもう乗馬なんて二度とやるかと思って。ハイハイしてる赤ちゃんがね、今度はよちよち歩きするようになるね、はい、そしてもう一生懸命だ歩くのに、ね、よちよちよちしながらそのうちに走り出すね、あれと全くこれは同じだっていうこと。やっぱりいっぺんに2時間も3時間も5時間もやるっていう人も中にはいるけども、そうじゃそれじゃないのよ。とにかく毎日毎日1回10分でも15分でもいいから、まずこの筆を持つって筆になれるということ。私はもう字が下手ですって決め込んでる人はね、これはね、これはとんでもない話。そうじゃないの。やろうっていう気になったら絶対になるということ。これはもう、絶対いるね。だから、これがね、舞ちゃん英語はもうベラベラだしさ、今度はお習字がきちんとできて、これの書の中国からの歴史が少し頭の中で入ってくると、
これはちょっと素晴らしいよ。かっこいいですよね。かっこいいね。いや、かっこいい。